こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィシリーズの最新作カービィのグルメフェスについてお話ししていこうと思います。2022年今年の夏配信予定ということで、カービィの新しいゲームの発表がありましたが、ついに配信日が決定しました。配信日は2022年8月17日水曜日です。ダウンロードのみのものになるんですが、皆さん遊ぶ予定はありますか？今回の動画ではカービィのグルメフェス、どんなゲームなのかっていうのを公開になった PV を見ながらお話ししていきたいと思います。カービィのグルメフェスの始まりは、楽しみにしていたケーキを食べるところから始まります。カービィがケーキを食べようとしたところ、持っていたフォークが不思議な光を放ちます。気づくとちっちゃくなったカービィはケーキの中に。一度は食べてみたかった山のように大きなイチゴケーキは、小さくなったカービィたちの食いしん坊なバトルにつながっていきます。グルメフェスのゲームの中では、誰よりもたくさんイチゴを食べた人が勝ちです。今までのカービィと違って、グルメフェスでは新しいコピーができるようになってます。どんなものかというと、お菓子の姿に変わるコピー能力です。トルネード、ニードル、ホイール、ゼリー、ストーン、バーニング、ハイジャンプ、ドリル、いろんなお菓子のコピー能力を駆使しながら、誰よりもイチゴを食べてゴールを目指すという感じです。最後はこういう風に計測をされます。これが新作のカービィグルメフェスです。カービィのグルメフェスはダウンロードソフトで1500円です。ローカル通信で2人から4人で遊ぶこともできますし、インターネット対応もしているので、任天堂オンラインに加入していればオンライン対戦で4人で遊ぶっていうことが可能になってます。ルールはすごく分かりやすくて、ステージ上にあるイチゴを食べて大きくなってゴールを目指すっていう感じです。転がりながら進んでいくステージなので、落ちているイチゴを誰よりも多く取る、そして先ほどちょっとお話をしたお菓子のコピー能力を使いながら、他の人を妨害したりとか、吹き飛ばしたりとかして進めていくっていう感じですね。続いて、どんなお菓子のコピー能力があるのかお話ししていこうと思います。今現在分かっているもので言うとこちらです。お菓子のコピー能力とは、ステージの中で手に入るコピーフードっていうものを食べた時に変身することができます。分かっているもので、トルネードソフトを食べるとトルネード、ニードルキャンディーを食べるとニードル、ホイールドーナツを食べるとホイール。これ PV 上でも出てきたんですけど、結構ね、転がって早いなっていう印象でした。プルプルゼリーを食べるとゼリーです。ゼリーに関してはどんな感じか分かんないんですけど、遊んでみる時にね、これすごく可愛いので使ってみたいなって思います。その他にはストーンチョコを食べてストーン、バーニングペッパーを食べてバーニング、ハイジャンプグミでハイジャンプ、ドリルキャロットでドリルという感じになってます。今ご紹介した8個のお菓子のコピー能力、コピーフードで手に入るコピー能力は、公式ホームページ上でこんな感じの動きをするよっていう映像も公開になってます。カービィのグルメフェスのステージもたくさんあるんですよね。 PV 上ではこんな感じの出てきたんですけど、その他にも公式ホームページに載っていたのでご紹介しようと思います。こちらはパンケーキのステージです。すごく美味しそうなパンケーキですが、フォークが刺さっていたり、あとは切れてるところがあったりしてますよね。残念ながらイチゴの配置はこのステージの中だとわからなくなっているので、遊んでみた時にどこにイチゴの配置があるのかなっていうのも今から楽しみなところです。続いてチョコレートファウンテン、こちらはキウイフルーツがあったりとか、クッキー、あとはチョコレートの板チョコとかワッフルとか、いろんなのがついているステージになってます。四角い塔みたいなのもあるので、そういうところからスタートするのかもしれないですよね。ステージはお菓子だけじゃないんです。なんとハンバーガーのステージがあります。ケチャップが置いてあったりとか、ハンバーガーといえばポテト、
ハンバーガーなんだけど、周りにはサンドイッチがあったりもしてます。なんとなくですが、ちょっと弾力があるの、ジャンプしやすいステージなのかもしれないですよね。他にもステージ上が丸いチーズフォンジュ、先ほどのグルメフェスの映像でも出てきたプリンアラモードのコースもあります。プリンアラモードのコースはアラモードとアラモードの間がワッフルの端になっているので、そこを通りながら進んでいくっていうイメージになってるのがすごくよくわかります。その他にもポッキーがたくさん刺さったスクエアケーキ、色味的にはミント味もするのかなっていう感じのケーキですね。登場人物たちをかたどったケーキとしては、まずカービィケーキです。いちごのババロアケーキみたいなムースな感じしますよね。カービィがコピー能力をこう吸い取るときにこう口を開けてる映像になってるケーキです。これもこの中をくる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 ってやって進んでいく、戦いながら多分いちごを取っていくイメージなんじゃないかなと思います。他にも星のカービィスターアライズに登場したマホロアのケーキ、これもめちゃくちゃ可愛いです。一番上がクッキーとかになっているのかなっていう感じなんですけど、まあ、見た目はねスポンジケーキで何重にも5層がある美味しそうなケーキですよね。そして星のカービィディスカバリーで登場したエフィリンもケーキになって、カービィのグルメフェスにも登場してます。これも多分ムースとかで作ってあって、一番上のエフィリン自体は多分色をつけた、まあ、生クリームとかで描かれてるんじゃないかなと思いますが、めちゃくちゃ可愛いです。こうやって見ると最新作の8月17日に発売するカービィグルメフェス、出てくるケーキもそうなんですが、キャラクター、自分でこう手作りケーキを作る時とかにこうやって、まあ、クッキーのアイシングやったりとかしやすいんだなと改めて思いました。私自分だとポケモンのキャラクターのあのミミッキュとかのケーキアイシングで作ったりとか、あのクッキーちょっと作ったりとかをしたことあるんですけど、カービィに関しては作ったことなかったので、まあ、なんとなくですが、あ、カービィのキャラクターってお菓子として再現するの作りやすいのかもしれないと思っちゃいました。コースを見てもカービィの動きもいろんなアイテムを取りながら進んでいって、最後はゴールを目指してっていう感じになっているっていうのもわかるので、できればね体験版もありでリリースしてほしいなと思っていたんですが、8月17日にダウンロードソフトで配信予定ということで、もう日付も決まってるので残念ながら体験版はなさそうな感じですよね。まだ発売までしばらく日程がありますので、それまではディスカバリーの世界で思いっきりカービィを楽しんで、発売になったらダウンロードソフトのカービィグルメフェスも遊ぼうと思います。ということで今回は星のカービィシリーズの最新作カービィのグルメフェスについて動画でまとめてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!